県立広島大学では20代の女子学生が今月5日からイギリスやフランスなどを旅行し、帰国後に鼻水などの症状がありましたが、23日の卒業式に出席し、その後感染が確認されました。卒業式はおよそ15分間で、会場の窓は開放され、参加者は全員マスクを着用していたということです。大学では1月から3回にわたって学生の海外旅行の自粛を呼びかけていたということです。